どうも、大輝です。今日はですが、こちらの商品、開封してみたいと思います。それが、こちら。コンプリートセレクション、モディフィケーション、ファイズドライバーネクスト。こちら本日ですけども、到着しましたので、開封してみたいと思います。いや、劇場版の方ですけども、見に行きまして、この商品届くのめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。やっと到着しました。早速、開けていきたいと思います。はい、パッケージの方ですけども、ファイズネクストのアクセルフォームかな。で、気になる中身ですけども、いきたいと思います。まずは気になるファイズフォーム、ましてこちらです。はい、めちゃくちゃかっこいい。デザインもですね、めちゃくちゃ未来をイメージしてというか、なんというか、すごいかっこいいな。黒とシルバーの塗装でめちゃくちゃ綺麗です。はい、デッキに関しては本当に素晴らしいものやとこの時点で言えますね。あとは最近の CSM メモリアル版、そこら辺はちょっと何かしら不具合が多かったので、あとはその不具合がないかどうかってとこなんですけども、まあ、とりあえず他のパーツも見ていきたいと思います。後ろの留め具ですね。留めるところのパーツですね。充電器。はい、というわけでですね、付属していたものはこちらの4つとなります。はい、ではですね、ファイズフォンネクストですね、こちら見ていきたいと思います。まず電源ボタンが横にあるんで、長押ししたら。スマホのようにできます。いろんなモードがあるんですけども、これユーザーというのが、ユーザー ID 乾たくみのセリフなのかな。バリバリ、俺もクリーニングの仕事できそうにない。汚しまんだよ、洗濯物。たまに、どこに行くの。ちょっと散歩にな。あ、じゃあ私も行こうかな。お断りだ。散歩は一人で行くもんだ。あ、じゃあさ、
心配で、死んでる場合じゃない。それはこっちのセリフかな。ああ、俺は裏切り者だ。もんかんか、レナ。草か、マリオ頼む。大丈夫、また会えるさ。ジョー太郎、お前分かってんじゃねえか。俺はやっぱりこっちに行くぜ。ボイスリストは以上となります。他にはゴルフェノクのいる位置を教えてくれるというマップですね。これは犬一択宛てに送られたメールたちですね。この中に慶太郎からのメールとかもあったら面白いんですけど、さすがにないかな。カイドウからも来てますね。メール16件しかないから送信メールは、今日は晴れの予定ですね。現在雨降っております。今日のお天気は全国的に晴れます。気持ちのいい一日になりそうですね。あとはオロベの草に出てこなければ。しんくしんくこれは写真かな。これはあれですね、劇場版でのワンシーンですね。はい、これバイクのやつかな。オルトバジンのやつ。というわけでね、このファイズフォン結構機能たくさんあって全部見ていくのちょっと大変なので、そろそろナクルモード、ナクルモードですね。変身してみたいですね。変身はこれかな。で、おお、めっちゃかっこいい。めっちゃ光る。めっちゃかっこいい。あ、落ちもた。あ、すごいな。うわー、かっこいい。戦闘中の掛け声とかですね。で、ここ音楽ですね。
入ってますね。挿入歌というか、BGM か、BGM とかね。で、ここら辺のブーキー。これは？ファイズブラスターか。あ、セルボタンかな。これで変身解除するというね。いやでもかっこよかったな。あれこれどう外すんや。その上に引き抜かれるかちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、ほらこのとこです。ちょっとこういう面白い詰めというか面白い小ネタも挟んできてくれる夢の詰まった商品なので、はい、ぜひ気になる方は購入してみたらと思います。最後にもう一度返信だけして終わりたいと思います。返信はい、ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。